はい、こんにちは。今日は先進的間取りの需要についてお話をします。買ってないほどの補助金が間取りフォームに対して出るわけなんですよね。今回は窓のリフォームだけで200万円、最低でもですね、ローイーを使用したペアガラス10万2000円です。ですから5倍ですよね。前回はですね、窓の補助事業に対してどうして国が支援をたくさんするのかというお話をさせていただきました。今回ですね、2023年に国が窓に対しての補助事業を行うということをその中でもお話ししたんですけども、その中の一つである先進的窓リノベ事業についてお話をしたいというふうに思っています。これはですね、住宅省エネ2023キャンペーンの中の一つなんですよね。3つの事業が今回は展開されるわけなんです。一つがですね、今日お話しする先進的窓リノベ事業、2つ目がですね、子どもエコ住まい事業、3つ目がですね、給湯省エネ事業という3つなんですね。今回ですね、この先進的窓リノベ事業についてお話しさせていただくには理由があります。それは前回申し上げたように、買ってないほどの補助金が間取りフォームに対して出るわけなんですよね。どれぐらい出るかというとですね、1個あたり200万円の上代が設定されています。これ今までと全く違うんですよね。例えばですね、昨年実施されました子ども未来支援事業におきましては、例えば新築の場合で最大で100万円、リフォームの場合で最大でも60万円、そうでなければ30万円という上代があったにもかかわらず、今回は窓のリフォームだけで200万円というのは、これは破格の補助金だというふうに言っても過言ではないというふうに思っていますね。史上最大の補助金というふうによく言われていますけれども、前回までと大きく異なるのは窓の大きさだけではなくて、製品のグレードですね、いわゆる熱管理率、どれだけ断熱性能が高いかということのグレードに応じた補助金が出るということが大きな特徴なんです。この内容については後半詳しくお話をしたいというふうに思っています。まずはスケジュールからお話をさせていただきますね。昨年度11月8日から令和5年の12月31日までに契約をした分が補助対象というふうになっております。すでに始まっているということですね。ただし今回もですね、予算がなくなり次第終了という形になっています。昨年度のですね、子ども未来支援事業に関しては12月末までが期限ですよと言われていたんですけども、11月の20日過ぎの時点でですね、予算が上限に達したために打ち切りという形で補助を受けられなかった方が多くお見えになったというふうにお聞きしています。今回もですね、当然同じように予算としては非常にたくさんの予算を組んであるんですけれども、上限に達した場合というのは打ち切りになってしまいますので、この部分はお気をつけください。ただしですね、前回のことも踏まえて今回は予約制度というものが存在します。この交付申請の予約というのは着工すれば申請することができるわけなんですよね。ただし一つだけポイントがあるのは、予約してから3ヶ月以内に工事を完了しないとですね、予約はなかったことになってしまいますので、お気をつけいただきたいと思います。補助金申請に関しては前回同様、工事業者の方が行うという形になっていますので、我々が申請から手続きまで全部行うという形になっています。またですね、今回の大きな特徴としては、先ほど僕は3つの補助金がスタートしたというお話をしましたよね。先進的窓リノベ事業、子どもエコ住まい支援事業、給湯省エネ事業、この3つの制度があるんですが、今回この3つは併用して申請することができます。ただしですね、これにも条件があるわけなんですよね。併用できるんですけれども、工事契約は別であること、それと当然ですけども工事箇所が別であることですよね。同じ箇所をですね、別々の補助金で申請する、これはできません。ですからこのあたりのことも工事業者の方に確認された方がいいと思います。で、申請される方が一番聞きたいのは、どれぐらいの補助金が出るのということなんですね。それをこれからお話をします。先ほど言いましたように、今回の補助額というのは非常に大きいものです。それも窓の大きさと使用される製品ですね、これの断熱グレードによって分けられてくるわけなんです。そのですね、基準となってくるのが、これは熱管理率です。熱管理率というのは1メーター角、つまり1平米ですね、1平米の窓ガラスに対して1時間あたりどれぐらいの熱が通過していったかと
ということなんですよね。当然通過する熱量というのは少なければ少ないほど断熱性能が高いという数字です。その断熱精度に応じて今回はですね、それぞれの窓の大きさプラス断熱性能について補助金の設定額というのが設けられているわけなんですよね。これについてはどの商品が補助対象になってくるかということに関しては、これは1月の末30日ぐらいだと思いますね。これぐらいに発表されるというふうに聞いているんですが、一つだけ分かっていることがあります。それは最低でもですね、熱管流率が 1.9 以下でなければいけませんよというふうになってくるわけなんです。そうなってくると対象となるのが、例えば内窓の場合だったら中に入れるガラス、これが単板ガラスですね、5ミリの透明ガラスであるとか、それは対象になりません。それからペアガラス、それもローEが使用されていない単純なペアガラスですね、これも対象にはなっていません。最低でもですね、ローEを使用したペアガラス、ここから上のクラスというのが今回の内窓の場合なんかは対象条件になってくるわけなんですよね。ではですね、今までの補助金と比べてどれぐらい違うかということですよね。これは例えばですね、内窓を交換した場合、以前はですね、例えば1メートル80センチと1メートル80センチぐらいの吐き出し窓ですね、これを交換した場合というのはガラスの種類に関係なくですね、1箇所2万1000円の補助額が出てたんですけども、今回はですね、6万9000円です。3倍以上の補助額なんですよね。これが窓の取り替え工事になってくると、前回でしたらカバン工法でやった場合、例えば吐き出しの窓をやった場合ですね、2万1000円だったわけなんですよね。今回の場合は10万2000円です。ですから5倍ですよね。でもう一つ、ガラスの取り替え工事、これをした場合ですね、前回は例えば吐き出しの窓1枚90センチの1メートル80センチのガラスを1枚取り替えた場合ですね、1枚につき8000円だったのが、今回は3万2000円、これも4倍ですよね。ちょっとため息が出るくらい大きな数字なんです。ですから僕は今回のこの先進的窓リノベ事業は本当に史上最大の補助額の事業だというふうに思っています。今回見逃す手はないのかなというふうに思っていますので、お考えの方はですね、なるべく早く実行に移された方がいいんじゃないのかなというふうに思っています。スケジュールはですね、令和5年の12月末までが補助対象にはなっているんですが、前回同様予算が上限に達した段階で打ち切りになってしまいますので、早めの行動を取られた方がいいと思いますし、もう一つ言うように予約制度ですね、こちらを活用された方がいいんじゃないのかなというふうに思っています。今回は3つの事業の中の最も補助額が大きくって、補助対象が幅広いですね、先進的窓リノベ推進事業についてお話をしました。ご参考いただければ幸いです。